さて今回は NR 大会3位決定戦より神試合4試合連発でお届けしたいと思います。絶対に笑ってはいけないデュエルリンクス、笑ってしまった方は正直にコメントで教えてください。それでは参ります。デュエルスタンバイ。なんかあれボブに出されてなんかめっちゃこいつ伊達やばって思って曲あんだよな。草これは草天気どん天気スレッドこれは草、これはさすがに草。え NR 雷って SR だよね。さすがに雷 SR だよね。はいはい、打点下げる。でもこれターン終了時までだよね、これね。これターン終了時までだよね。このターンだもんね。さあ、誰なんか勝てそうだぞ勝てそうだぞ。頑張れ、正社員さん。スーパー正社員で、これが正社員。これが俺たちの正社員。これが俺たちの正社員。さあ、スレッドの効果によって打点を下げる。打点を下げる。さあ、なんだこれ。曲、製法、ブリージン画面。なんだこれ。自分もよりバイディフィールド上の表が表示モンスターに選択して、選択した自分のモンスターの攻撃がターン終了時まで選択した相手のモンスターの元々の攻撃力と同じになる。なるほど。あ、でもいけるぞ。いけるいける。ゲートガーディアン。なんだこれ。弱体化の仮面。あ、でも大丈夫。あ今のところまだこれだ。これは MVP、 完全にこれはさすがに MVP。 さあ、合体魔人賞何回召喚ムーブ見せんでもいいわ。どんだけ召喚ムーブ見せんだよ。ハイライトもう一動画作れるやん。確かにもういいんだよ。何回消化すんだよこれ。ドンパ。あえあなんとなくさん、ありがとう。なんとなくさん、今から多分ね、結構やばい試合が起きるからこれやばいわ。これガチでやばいこと起きてる今。さあ、やばいですこれいけいけ正社員何回召喚ムービー見せんだよお前。そのモンスター何回召喚ムービー見せんだよ俺たちに。もういいわ、しつこいわ。ゲートガーディアンマジ極性獣闘軍来た。極性獣闘軍来たからの、なんとなくさん本当ありがとう。なんとなくさんよかったらね、暇があったらなんかボイスチャットとかにも参加してみてください。ぜひ気が向いたらでいいので、ディスコードもね、結構いろんな人がボイチャで和気あいあいとね、いつもやってるんで、幹部会は。さあ、出た極信号通る。さあ、通るの効果。通るの効果発動していく。相手の表側表示のモンスターの効果を無効にしていくというスタイル。あんまり意味ねえ。なんの意味もね、今。わかりました。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ぜひぜひ。さあ、ダークホライズン。さあ、ダークホライズンの効果、ダメージをほっときたシンクロフュージョニストだ。さあ、極真王トールの効果。破壊されるとゲームから、チューナーを除外して特殊召喚できる。特殊召喚成功したら5。こんなことある俺この効果で勝ってる人初めて見たわこの効果でこの効果勝ってる人初めて見たわ。天才すぎるだろ今のこのカード墓地から特殊召喚すると破壊されたらこのカードこの効果で特殊召喚に成功した時相手ライフに800ポイントのダメージを与えるやばすぎる。払いたい払いたい、もうやめてもうやめてちょっと待って、もうやめて何回以上守備無事神の説どういうことどういうでこいつ別に守備表示食らってもよかったやん。別になんでせずるったんだよ。謎プレイングだなこれ本当に。すっとこプレイってなんだよ。やべえだろ。1000になったぞ。これでトールでは知らないわトールケア完璧だ。極性を極真王か。極真王トールケア完璧だ。完璧だ。極真王トールケア完璧。エンジェルバトン。さあ2枚引いて1枚墓地の来ると。ああなるほど。で、タングリス2を墓地に送っていく。さあ、2枚ドローして1枚墓地に送っていく。さあ、いいぞ。ね、クリファクシー、黒魔術のベール。さあ、ベールの効果。テクだから、シンクロフュージョニストだ。来るぞ来るぞ。さあ、エクスプローシブマジシャン。エクスプローシブマジシャンのシンクロ召喚に成功した場合にシンクロフュージョニストの効果。ミラクルシンクロフュージョンを手札に加えていく。そして、手札にマジックカード。ミラクルシンクロフュージョンの効果を発動。さあ、はい、魔導士アーカライトマジシャンを融合召喚。浜同士アーカライトマジシャンの効果。相手のフィールドのカードを1枚選択し破壊することができる。バトルベース